ボンボンリボンはサンリオでデザインされたキャラクター群である。2012年にキャラクター開発され、翌年より本格的にグッズやサンリオピューロランドのショートで活躍。おしゃれが大好きなピンク色のウサギ。特技は歌とダンス。同じバレースクールに通う友達とリリー・ボンボンズというチームを結成してダンスコンテストに参加している。リリー・ボンボンズのメンバーには ミルキーミミ、ダララフローラ、ルンルン、ルルという同じくウサギのキャラクターがいる。ボンボンリボン、黒沢智もよ、イチゴ新聞の読者投票企画、サンリオキャラクター大賞では、第29回の9位が、歴代最高である。2013年度のサンリオキャラクター大賞の特別企画である、これやります宣言で、20位以内なら、ビッグリボンデーを、実施と宣言していたが、 初エントリーでありながら、見事15位にランクされたため、その公約は実施されることとなり、東京プリンスホテルにて、同年8月10日から18日にかけて開催された、サンリオキャラクターワールドのイベント会場で、ビッグリボンデーが実施され、大きなリボンをつけた服装で来場すると、同会場のプレイコーナーで使用できる、プレイ券がもらえるサービスが実施された。2020年は、 コロナ関連によるサンリオショップの臨時休業が相次ぎ思うようにサンリオショップ店頭からの投票ができなかったためサンリオキャラクター対象終了後の6月12日から30日にかけてスピンアウト企画のチップで投票リターンズがサンリオショップ各店舗で開催されサンリオショップの一つのハーモニーランドにおいての結果はボンボンリボンは9位であったまた イチゴ新聞オリジナル企画で2016年よりサブキャラコンテストが開催されている。第1回はミルキーミミがノミネートされ15位にランクインされた。第2回はラララフローラがノミネートされ16位にランクインされた。第3回はルンルンルルがノミネートされ12位にランクインされた。第四回は第一回第三回までの上位20キャラクター同士の決戦コンテストで ラララフローラが21位、ミルキーミミが28位、ルンルンルルが49位にランクインされた。第5回はミルキーミミがノミネートされ20位にランクインされた。ありがとうございます。